はい、今週のとこはですね、はい、はい、いきなりですか。はい、はい、あの韓国って中国には逆らないんですけど、はい、この件に関してだけはやたら逆らってるという、はい、よろしいですか。中間のね、はい、論争が出てまして、はい、これ何包菜って言うんですか、ね、中華料理の包菜なのかキムチかっていうね、まあ、要はキムチがどっち起源説っていう話が今でもまたガチンコでまだやってるっていう。やってますね、はい、なんかニューヨークにですね、うん、韓国の服は中国の服じゃないみたいなものをもうバンとなんか広告出すみたいなこともやってるぐらい、ね、韓国の服は中国の服じゃない、韓服っていうんですかこれ、韓服、はい、うん、っていうのがあるらしいんですけど、そのドレスが、うん、はい、韓国人の民族衣装はあれ中国の服だ、はい、服だっていうのを中国人が言ってると、で問題になってる。ああ、でも可能性は高いですねどっち側の。キムチだって中国側の言い分聞いたら、うん、いやそんなのあったよ中国に、まあまあまあ、って言ってるわけですし、唐辛子だって、はい、あの日本経由で、そう秀吉が、ね、持ってったって日本経由で言ってるわけですからね、はい、どう考えても中国には唐辛子先にあったわけですから、ね、唐辛子ですからね、はい、はい、ということですね、まあ、今ですね、今回、これエコノミストの記事なんですよ、うん、はい、イギリスのエコノミストの記事で、うん、ちょっとそれイギリス人がこの現象を見てるという建前で見てくださいということです、うん、で記事ではですね、国内のテレビで中国のブランドが過剰に登場することに対してソーシャルメディアで繰り返し憤慨し、うん、ほら韓国今テレビやってるんですけど、うん、結構その中国資本とか中国のあれがあるんで、うん、結構おもねってなんかそういう中国側のブランドみたいなの出したりとかするらしいんですよ、はいはい、なるほど。でそれに対してそのなんで韓国のあれじゃないんだということで結構放送局に謝罪を求めたりとか、うん、なんかね番組テレビ番組があるんだけどそれでなんか中国寄りすぎるんだってことでギャーって騒いで、うん、キャンセルになったり、またあとですね、中国の資本でなんか中国村、うん、みたいのが、うん、カンウォンドンっていう韓国 その右側っていうか東側の方に、はい、ソウルと反対側の方に、はい、なんか作るんだって話もあったんですけど、うん、それわーっとみんなが署名したりとか伝統いろいろしたりとかして、うん、キャンセルになっちゃったり。署名は好きですよね韓国はね。ああそうですね、うん、はい、中国をテーマとした文化公園とホテルの建設を許可しないように、うん、70万近くの韓国人が4月に、政府に私たちの土地を中国に渡さないでという署名をしたということらしいんですよ。これを受けて韓国の開発者は韓国人なんですけど、はい、プロジェクトを中止したりとかいうことですね。これらの議論は昔からあるナショナリズムの衝突の現代版最新版ということらしいですね、はい、はい、という意味でですね、うん、まさにそのキムチに対してもそうなんですけど、うん、韓国側がもちろんキムチって自分たちのものだと思ってるわけですね、うん、ところが中国のなんかこれやらなきゃいいのに戦狼外交みたいなことやってるんですよ。中国の、とにかく中国の外交官がこれ我々 のキムチって言わずにファーサイっていうんですか、はい、ファーサイっていうんですか、うん、なんか知らないんですけど、うん、これ我々 の大事な、民族料理ですから、うん、伝統料理ですからみたいなこと言ったら挑発してる。そう、それを見た韓国側がギャーって騒いで、これはちょっと我々のもんだみたいなことになって今もう大騒ぎということ、うん、キムチ、あとサムゲタン、うん、さらには韓服で、韓国の服って書いて、うん、韓服ですね。韓国、まあ、あれもでも、まあ、どっちかというとなんかチャイナドレスとか言ったりするのもそもそも、はい、あれ満州の服でしょっていう、なんかまあそういうのありますね、はい、清のね。そうで韓国の重要な文化遺産が実は中国のものだと指摘すると韓国人はさらに激怒するという状況になっているということらしいんです。散々日本のものをね、うん、俺たちの剣道とかね、なんかいろいろ言ってますけど、ね、はい、それで今中国とぶつかってて、うん、とりあえずこの文化面では一応譲らない状態にはなっているそうです。なるほど、はい、SNS 上で今めちゃめちゃ衝突してるらしいんですよ、うん、はい、ということなんですけど、うん、僕ちょっとねこれいろいろ見ててね思ったのがですね、うん、いやこれね日本も、報道見たんですよ、うん、同じエコノミストみたいな報道、はい、見たらですねエコノミストの報道は、うん、客観的に見てるようで、うん、ってことなんですけど、日本の報道、じゃあ、まあ、ちょっと日本の報道の方を先に話しますね、はい、日本の報道だと確かに韓国と中国が争ってます、うん、ここで伝統料理に対してものすごいギャーギャー言ってますねと、はいはい、大変ですねで、うん、終わりなんですよ。まあ終わりですね、まあ、普通にその状況をあっさりやってるんですけど、まあどっちでもいいですもんね日本からしてみたらそれキムチが韓国起源であろうが中国起源であろうが別にどうでもどうでもいい、どうでもいいというか、はい、で僕東京新聞とか、はい、意外といわゆる日本でいうとこのリベラル系のメディアが結構取り扱ってるんですよ、うん、
お、だからなんか、うん、あのすごい結構どぎついところもほら中国と韓国ってそういう意味では、ね、文化的にこう優越みたいなところもあるから、うん、差別感情的なことを僕書くのかなと思ったら、うん、全く書きやしないんですよ、はい、日本のメディアは、うん、なんかつまんねえなと思って、はい、エコノミスト同じやつ見るじゃないですか記事を見るとエコノミストの方だと、はい、めっちゃどぎついですオリエンタリズムが発動してる発動してます、はい、でなぜあのオリエンタリズムは発動するかというとこういうやり方をします、うんはい、イギリスの記者ですよね、うん、なんですけどあのこの問題についてどうですかって言って韓国とか中国の、大学の先生にインタビューしに行くんですよ、うんはい、そうすると、うん、韓国の人たちは、まあ、あのもちろん私は中立ですけどねっていう立場で客観的に言うんですけど、うんはい、これ相当中国側からの差別感情がありますよねってしっかり言うんですよ、うんはいはい、中国側も同じようなこと言う、うん、大学教授が言ってて、うん、そのコメントをそのまま載せるんですよあ言わせとくとそうなんですよ自分たちで書かずに言わせとくとで例えばこういうコメントがあります、はいうん韓国の教授がこういうこと言ってます、うん韓国の教授によれば中国人は韓国を、うん大きな隣国から文化を受け継いだ、うん、高慢な雑魚のように見ているというふうにコメントをエコノミストは掲載するんですよ、はいはい、これやるなと思って大きな隣国から文化を受け継いだ高慢な雑魚というふうに中国が見てるよっていう大学教授のコメントを取りに行くんですよ、はい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 、ここですよ、はい、このエコノミストのいやらしいところいやらしいですね、はい、で もう一つオリエンタリズムですねオリエンタリズムです、はい、で韓国人は自分たちの文化は独自のものであり中国に依存したことはないと考えているが、うん、中国は中国のおかげで韓国に文化があるんだろと考えているというふうにソウル セジョン大学のイムンギ氏は言うとか、うん、でコメント取ってくるんですよいちいち、うん、でやるんですけどこういうの僕見るたびに思うのが、うん、イギリス人らしいなと、はい、つまりイギリス人ってこういう、うん、まあちょっとこれ言い方悪いですけどあの自分と文化の違う土人同士が争ってるっていうのを、はい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 、自分で土人同士が書いてるって言わないんですよ確かにね土人同士って言ったらまずいな何て言ったらいいかなそのあまあ、はいはい、その有色人同士が争ってると、うん、でそういうやばいっていうことをですね自分が書いちゃまずいから、はい、そこの現地の大学の先生が言ったよってことにして書くっていう、はいはいはい、自らは手を汚さないっていうなるほどこのやり方ですよきっついですねこれ韓国の大学の先生もなんかもうあの中国って長いようで、うん、実は短いし、漢字を作った漢民族なんてとっくにいないわけだからあの常に征服されてきた人たちの国だから、はいはいはい、あの中国がずっと続いてるわけじゃないよっていうのを言えばいいのにねうん、そうそうですね。で、そこは言わないんですよ。一応、だからほら、客観的に聞かれたから、うん、イギリス人に対して、うん、まあ、しょうがない、これは事情は教えなきゃいけないということでやるんですけど、はい、これね、エコノミストのこういう記事って、やっぱりね、うん、中国、韓国の間の渦巻くような憎悪のようなものを、しっかりと感じさせてくれる。なるほど。非常にいいんですよ。はい、あの、東京新聞とか、まあ、毎日新聞とかに載ってる同じ記事読んだんですけど、うん、何もわかんないです。この辺、はい、あ確かに争ってるなってのは分かるんですけど、うん、その後ろにお互いに対するこの人種差別的な憎悪のナショナリズムの部分は感じないような作りになってる、はい、日本的オリエンタリズムレベルでしか書いてないからダメなんですか書いてないからダメダメなんですよ、はいはい、かわいそうな人たちが、はい、2人でこうなんかギャーギャー言ってるってだけの話で、はい、いかんのですよこれは、はいはい、なるほど、まあ、ということでまあちょっとこれは、はいいやどこまで進むかとそうですね、うん、あの異文化同士の争いなんでこれ全、うん、あのオリエンタリズムですね、うん、でそうなると土人同士のドロドロの戦いは、うん、イギリス人にとってはエンターテインメントになるんですよあ、ね、はい、あのこれがしかもこれが真実に近い、リアルな感情が感じられるんで僕は好きですよエコノミストみたいなやつの方が、ま、あの感じられるからただ、ね、自分がもしその観察される立場だったら嫌だなっていう、うん、なるほど立場ですはいはいだエコノミストのすごいのはこういうふうにさらっと、うん、なんていうんですかねお私は第三者ですから関係ないですよと言いつつこの差別感情を報道ににじませるのはさすがなんですよ、はい、なるほどたまにねこういう記事エコノミスト書くんで、はい、あの、うん、こいつらさすがだなと思いますね、はい、いつもなるほどね、はい、あの世界帝国を作ったやつらだけありますよね違いますねこれは、はいはい、大きいですよ新しいですね、はい、音声講座ができまして、ハイブリッドモードなのか、ね、SLS の情報戦なのかという次の戦争はこういう戦争になるだろうというね、濃いですね米中戦争、はい、濃いですねこれは今回は備えの6番ができました、はい、濃いなこれは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん
はい、聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ、買っていただけたらと思っております。濃すぎでございます、はいはい、濃い濃いしか言ってない、いや本当濃いじゃないですか、でも濃いですか、あそうですか最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争その辺のパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、もうだいぶ充実してきましたね、はい、こちら、あともう、はい、リアリズと入門ですね、リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよくわかりますよと、名作ですね、もう時代はリアリストですもんね、はい、はい、まあ後でその話を、はい、なぜなのかっていう話、はい、もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね、はい、クラウドじゃなくて時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ、はい、はい、そうですね、そしてルトワックですね、はい、これ一発逆転と全てを超えた、きたきた、はい、全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか、これです、ね、はい、クーデター、もう間違いないですね、はい、これはね、で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、うん、ついに締め上げに向かっていったと、そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、そうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはいはい、そして孫子の兵法、うん、ということですね、はい、からクラウゼビッツですね、はい、まあここはもう、そして地政学と、はい、いうことで敵なしですね、ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫子、はい、地政学はもうこれでマスターと、はい、ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はいはい、